ディフェンスポジションというのはこの両腕、両足支えられています。ですから例えばこの腕を取ってこうやっていく、これはこの腕がなくなったらここが弱いわけです。そしてここへ押せばここへ転がる、そしてこっちやる、こっち取ってこれがあったらこれが転がる、そしてこれがこういったらこれピンになる。こういった一つ一つの原理が、いわゆるテクニックに今見えるわけです。ただ実はテクニックがあるというよりもその原理がある。この腕を外して今度はここが弱いわけです。これでピンです。まあこういう作業を、まあレスリングの中でしていくわけです。その時に、この腕を欲しい場合、もしこの腕にこうやって体重を押しかけてしまうと、この柱は体重によってしっかりして取りにくくなってしまうわけです。かえってがっしりしてしまうわけです。ですからこの腕を取るには逆に軽くしてあげた方が、取りやすいわけですけど、じゃあそれをどう取るか、ね、こっちの腕を取るのかこちらの腕を取るのか、まずではこちらの腕から、取りたいと思います。この取る場合まずサイドについて、サイドから前に、かといって近くに行ったらこのかかと取られて崩されますから、手の届かない位置前に回り込みます。そしてクロスフェイス、顔の前を腕が横切って、この肩を使います。